さあ、そういうわけで、パジェロミニのカスタムということで、実際作業は今日からですね、今日から、これをちょっと作っていきたいと思うんですけれども、現状はもうシートは外して、もう椅子は取ってる状態。さあ、ここからやっていきたいと思います。ジョージさん、はい、今日って何を どこまで やります、今日は、ここのアルミ窓を完成させます。あ、僕が全部完成させる。ここがね、ジョージさんの工場じゃなくて、また別のアシストっていう、何工場になるんですか、ここは。あ、金物の、建築金物の工場で、なんかみんなめっちゃ協力的やねんな。で、僕が作業していくんですけど、ワンちゃんおるよ、でっかい。うわ、めっちゃ可愛いや。でかっ。犬はバズるって聞いたことがあるんで。まず窓のガラスの代わりのアルミ、はい、はいはいはい、これがね、アルミ、はん、これを加工してもらう。加工する。あ、なるほど。これをこのサイズに切っていくわけです。そうね、アルミを、はい、何できるんですか、アルミ。努力できる。いや、めんどくさいな、いきなり。努力できるんか。シャーリングっていう、あ、この機械でやるんですね。これに、はい、スイッチを入れると、はい、ここにラインが出るんですよ。はい、この影に合わせると、はい、そこで切れますから。つまりこのオレンジ色に光っている線の向こう側が切断面ってことですね。なくなっちゃう。ということは、そう見つけるとやばいですね、これ。ミスったらまた材料買ってやるしかない。あ、金かかるってこと。ミスったら、うわ、怖っ。指も切れるんで、指は入れないでください。え、指切れる、やばいね。だからこの辺に押さえておいて、はい、はい、切れましたね。ちょっとずつやっていくわけですね。はい、あ、わかりました。はい、え、すげえ、いきなり放置やねんけど。いきなり一人にされてて、もう やっていくしかないね、これね。はい、やっていきます。この線より完全ように、これでいきます。あ、こういう風になるわけや。あ、できた、できた。いや、まだできてないですね。できてない。ラインより向こう、向こうで切っとけば大丈夫。はい、ほん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 、すごい装置やな。はい、うん、慣れてきたよ。今んとこもう一枚買わなくて良さそうやな。お、あ、ええ感じ。お、危な、危な、ギリギリやった。さあ、ある程度形にできたんじゃない。うん、結構形にできたかも。次どうしましょう。次はこれにこういう丸い穴を、はい、でいきたいと思います。はい、で穴の間隔が45、はい、丸穴。4.5センチ。4.5 センチの丸い穴。そこのバッテンに横から当てて、はい、当てたらここに傷つけるんですね。はい、あ、要はそう、このバッテンのところに、はい、綺麗に真ん中にポイントをつけていくと。ポイントをつければいいです。はい、わかりました。で、横からこういくとやりやすいんで。だからまあこういうことですよね。そうそう、それ でガチっていくまで。穴がここね、結構硬いんです。そうそうです、これで OK です。結構硬っ。片手で軽々やってたから簡単とかって。めっちゃ重い、これ。硬いっす。丁寧にやっとくと、ちょっとずつずれたらダサくなりますもんね。センスが出ちゃいますね。そうですよ、センスゼロなんで僕、こういう。こいつを下から入れる、はい、
下から入れて、でガイドを刃がこの光ってる方、はい、こっちは違う、光ってる方が刃、はい、このまま置いて、あとは踏めばいい、踏むんだけど今高さ調整しますから、うん、ここに置いて足で踏んだ、って言ったら、おお、でこれで、はあ、ゴミを捨てる、これ繰り返しですね。はい。とりあえず一面終わりましたね。いや、すげえ。こんな穴開くんや。ちょっと指示してくださいよ。はい、そのまま。最後これを全貌が見えるわけや、剥がすと。よいしょー、さあ、よし、おお、全貌見えてきた。全体図はまだ見せないけど。これ何やってるんですか。これは、ね、あの真ん中のセパレートの、はい、表面テープがあそこに黒いカーボンのシートがあるんで、はい、それを一回ペタッと貼ります、はい、でそこからこうやってあるところだけこうやって残して、はい、切ってこう剥がすという工程をやってもらいます。僕が、はい、大丈夫かな、細かいの苦手ですよ。これで、で、引っ張る、はい、刺して、こう、あ、なるほどね、なるほどね、そうなんでこの黒いの貼ってるか分かってない、はい、はい、できました、はい、あ、こういうことか、そう、立まっすぐのとこは簡単やん、そう曲がってるとこは怖いね、はい、こういうことですね。そう。まあガタガタやけどね。いいんすかね。はい。どうですかね。ほぼほぼ。はい。うわ、すげえ。綺麗に切れましたね。何になるか分かってないけどね。ちゃんと切れてるかな。そう。ああ、いいです。オッケー、オッケーです。なるほど、こうなるんや。とりあえずこれで中のセパレートが完成。よいしょ、完成した。全部見えてきたね。ありがとうございます。今日は以上です。次回行こうか。ガチャンと、おお、すごいわこれ。よし、おー、全部。
全部見えてきた。